どうもー、シーマタです。はい、そしてはい、まみれです。はいはい今日かわいい。ありがとう。今日かわいいね。はいなんか香水変えた変えた変えた。分かる分かる。なんか昨日の匂い違う。はい、まあ、そんな感じですね。今日はね、まあ、ちょっと企業案件で、ちょっと前にもやったタップルっていうマッチングアプリなんですけども、まあ、前回、タップルを使って、まあ、出会えるか検証みたいな動画を上げて、で、その時、出会って、実はあれから、あの時出会った、まみれさん。まあ、その時は名前すみれさんだったんだけども、まみれさんと僕、実はもう、お付き合いしてます。付き合ってんだよね。はい、そんな感じで、まあ、本邦初公開、僕の彼女、まみれちゃんなんだけれどもね、まあ、そんな感じで、一応今日、またタップルの企業案件なんですけども、まあ、僕はもうパートナーいるんで、一応まあ、まあ、このね、アプリの使い方、皆さんに、まあ、再度説明したいと思います。はい、ね、まあ、まず、これはホーム画面なんだけども、まあ、カテゴリー。自分が好きなカテゴリー、まあいろいろ選べるんだけどね。例えばじゃあゲームが好きだったらこうゲームを押すと、そうするとこの女の子の写真がこの真ん中にねこう出てくる。でこれ、ね、いいなって思ったら左にこうスライドする。で、これもいいなって思ったら左にスライド。で、あなんかいまいちだなって思ったらこう右にスライドする。でこうやって。いい悪いってのを、まあ、顔のね自分のこのファーストインプレッションでこうやって左右ってやっていくと、向こうからもこの多分写真が表示されて、でお互いにいいねいいねでいいねいいねした、まあ、カップルというかこうマッチングされた人と、まあ、連絡が取れるみたいなシステムの、こう見た目一発 で好みの女の子、まあ、もしくは男の子が選べるマッチングアプリ、これがタップルです。だよね、だったよね。うん、俺好みだった。どんなとこは？まず見た目が。見た目？ちょっとどう具体的に言って、具体的に。何？具体的に。俺はどこ？どこがかっこいいと思った？もうね、ワイルドでいいな。ああ、ワイルド。いやー、マジで。俺はもう、なんだろう、もう全部好みなんだけど。全部好みなんだけど、目？目？目？そう、まみれの目が俺めっちゃ好き。いや、もうマジマジ、ほんとにほんとね、見た瞬間一目惚れだった。ほんとにほんとにうん、まあそんな感じで、こんな感じでね、自分のタイプな人と、まあ、こう出会えるマッチングアプリ、これがタップルです。はいはい、まあそんな感じで、今もタップルの説明をね、まあ今一度したわけなんだけれども、まあ、今回、まあ、僕ら実際こう付き合ってるじゃないですか。で、まあ、僕らは、まあ、なんか幸せになったんだけれども、まあ、なんか視聴者、なんかいつもなんか僕ばっかりがなんか幸せになってね、申し訳ないんで、まあ、今回は、まあ、この動画を見てる視聴者、まあ、リスナーにもちょっと幸せになってもらおうということで、今回はなんとプレゼント企画をやります。僕らはまあなんか愛を手に入れたけれども、視聴者のみんなにはまたちょっと別のものをなんかあげるみたいな感じで、はい、という感じで、用意しました。こちらです。はい、こちらね、プレゼントを用意しました。ね、昨日の時点で、僕ツイッターで、プレゼントを、まあ、欲しい人、このタップルをインストールしてくださいってツイートをもうツイートしてまして、その内容がこれです。ついに手に入れました。せっかくなんで今持っている案件タップルのプレゼント企画に使いたいと思います。リツイートしたら当選確率が上がります。締め切りは本日24時です、うん、ということで、まあ、ここにタップルプレゼント企画の応募要項、名前、年齢、住所、日中連絡が取れる電話番号、プレゼントがどれだけ欲しいかメッセージ、であとはまあタップルがインストールしてあるのが分かる画面と、送ってメール送ってねという感じで、これはプレゼント、プレゼントね、これ、画像ですね。うん。はい、という感じで、これ本物。まだ手に入んない、任天堂スイッチをね、まあ、一応用意したんですけれども、まみれちゃん、よく見て、このスイッチの箱の下に、
これなんかない。あ、ほんとだ。なんかない。今回の、今回のプレゼントで、プレゼントするのは、こっち。こっち。スイッチの下の箱。下の箱。これ何かと言いますと、じゃーん。じゃーん。メガドライブでーす。まめちゃん、メガドライブ知ってる？知らない。知らない？16ビット、16ビット。16ビットで使える。16ビット。いや、ソニック知らない？ソニックは知ってる。ソニックは知ってる。これもね、セガ。もう世界のセガが作った、もうめちゃめちゃ当たってない、ゲーム機。いや、その当時はね、その当時はすごいで高性能だったのよ。という感じで、逆に今、スイッチなんかよりも、もらって嬉しいんじゃないかと。まあ、何よりね、何より、やっぱこう、普段の動画をさ、こう見てるわけじゃないよ。柴田の動画をリスナー見てて、もう柴田からもらえば、だね、スイッチだろうが何だろうが嬉しいんじゃないかと。嬉しいはずだ。嬉しいと思うんだよね。ということで、今回は、リスナーへのドッキリじゃないけれども、任天堂スイッチと見せかけて、このメガドライブをプレゼントしたら、リスナーはどんな反応をするのか。今から当選者アプリ実際に選びまして、その人のところまでこれを届けまして、リアクションを取りに行きたいと思います。はい。横浜、ああ横浜もいるね、うん、スイッチも欲しいけど柴田さんとお話ししたいです。ああこういう子は絶対スイッチじゃなくてもめっちゃ喜んでくれる。そうだね。出た出た。もしもし、はい、こんにちは。鈴木さんの電話番号で間違いないでしょうか。はい、はい、こんにちは、柴田です。あ、こんにちは。こんにちは。なんかあんまり嬉しそうじゃないですね。いや、やばいです、マジで。あ、そう、そうですか。俺もうめっちゃ昔から見てたんですよ。ほう、この度ですね、この度、はい、プレゼント企画に、はい、当選が決まりかけておりまして、はい、まず今から私、はい、そちらまで、行くんですけれども、行けるんですけども、はい、今からそのプレゼントを受け取れるか。あ、全然大丈夫です。で、あとは私の動画に出演できるか。あ、はい、顔出しで大丈夫です。あ、大丈夫ですか。プレゼント当選ということで、おめでとうございます。じゃあ僕今からですね、あ、じゃあそこまで向かうんで、はい、近くになったらまた連絡します。はい、ではまた後ほど。はい、はい、じゃあプレゼントお渡しするんで、はい、遊んでください。はい、はい、失礼します。はい、おー、すごい、あっさり一発で、一発で。はい、ということでですね、ここから一応ね、行ける距離なんで、これから早速、車でこの人のお家に向かって、このプレゼント、メガドライブをね、渡したいと思います。じゃあ行こうか。行きましょう。はい、そんな感じで、到着しまして、ちょっと雨が降ってるから、車内でなんだけども、届けに行きますか。はい。あ、もしもし。もしもし。どうも、柴田です。多分お家の近くに着いたんですけども、はい、このままお家に行っちゃって大丈夫ですかね。あ、大丈夫です。あ、じゃあ、これから行くんで、じゃあ、早速、登録員、行きますか。せっかくなんで、まみれちゃんが、はい、こう、渡す感じで、はい、メガドライブを。メガドライブを。じゃあ、早速行きましょう。はい、行きましょう。来い、来い、来い、来い。どこだろう。これじゃないか。これで、あ、こっちだ、こっちだ、これだ。はい。あ、こんにちは、柴田です。こんにちは。あ、今行きますね。はい、あ、よかったよかった。よかった。間違ってた。どうしようかと思ったね。こんにちは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 。あ、どうも、はじめまして、柴田です。あ、で、こっちが、俺の彼女の。まみれで。ガチの。ガチの、ガチの彼女。本当ですか？マジマジ。今日プレゼントを届けに来たんですけど、はい、ゲーム機なんで、はい、お部屋入っていいですか？いいですよ。あ、やった。やったー。犬いるんですけど大丈夫ですか？犬大丈夫？今可愛い子見えた。マミリ犬平気？平気。あ、オッケー。じゃあ大丈夫です。可愛
ああ出てきた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 。かわいいかわいい。かわいい。お邪魔します。あいいよじゃあ。おお人懐っこい人懐っこい。めっちゃ尻尾振っとるやん。おお。ほら。まみれが襲われてるよまみれが。ほら。めっちゃ女の子好きなん。めっちゃ襲っとるやん。尻尾振って。あこのテレビ、はい。このテレビ繋がるかな。このテレビ繋がるかな。多分。裏の。ここで。あそれあ繋がるわ。じゃあ。ああ。ちょ。すごい喜んでるすごい喜んでるよ。はいじゃあということでじゃあまみれ渡してあげて。はい。当選おめでとうございます。当選おめでとう。やったー。メガドライブ。メガドライブ。ちょっと感づいてましたよ。え？感づいてた？感づいてましたよ。なんで？スイッチの下にあったやつですか。ですよね。おう感づいてました。感づいた。なんで賢い。座ってなんださすが俺を5年も見てることだけあるな。じゃあバレてたか。まあ一応これこれソニックも入ってるからこれソニック入ってるからめっちゃ画質よくない。めっちゃ画質いいよ。16ビットってダメだよそれは。俺のなんだから。俺のなんだぞ。ちょっとそら高校生中学生ぐらいの時からなんか見てくれてる。高1ぐらいですね。高1ズドラ。ああはいはい。あったあった。暴れるやつとか消されて。ちなみに、はい、このメガドライブなんだけど、はい、あのハードオフで買ってきたんだけど、はい、俺1万円したから。まあじゃあそんな感じで楽しんで、はい、メガドライブのソフトもね面白いソフト結構あるから。これはソニックのやつなんですね。これは最初についてるゲーム。そんな感じでそろそろ行きますか。じゃあそんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。最後にメガドライブだったんですけどどうでしたか。いやもう最高っすよ。おおいいやつ。いいやつ。じゃあこれからも動画をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。じゃあ行きましょう。じゃあそれではありがとうございました。またね。じゃああちょっと雨降ってる、雨降ってるけどじゃあまあ帰りますか、はい、いやー、うん、最高です。だって最高です。スイッチじゃなかったけど。いやいい子だったね。いい子だった。でも島田さんこれってもしかして詐欺じゃないですか。え